ちは、こんばんは。ティストーンズの高子ページです。今日は病と石というテーマでお話していきたいと思っています。石で病を癒せるか。天然石は私たち人類よりもはるか昔から存在し、ものすごいエネルギーをね、大地のこの大自然のエネルギーを含有しているんですね。私たち人間が想像もつかないような神秘性、そしてね、宇宙からの英知といったものも含有しています。その昔、私たち人類ももっと自然に近いところにいたと思うんですね。その頃は病気も少なかったかもしれません。ところが現在は公害、添加物、電磁波、そしてオーバーワーク、たくさんのストレスによって私たちは自然より離れたところにいる。それによって食べたものとか添加物とかで生活習慣病が増えてきたり、病気が増えているのではないかと思われます。もちろん現代医学が発展したことによって、昔は治せなかった病気もたくさん治せるようになってきていると思うんですね。自然から離れているというね、この自然の摂理に従っていないということ、これを正していかない限りは病気の根本を正すことはなかなか難しいのではないかなという気がしています。天然石は現代医学では証明されていません。で、薬のようにね、即効性もないです。でも副作用もないです。その昔は天然石を、薬がない時代はね、こうすりつぶしたり、お水につけたり、エリクシルとして飲んだり、実際体に取り込むことをしていた時代があったと思うんですね。でも今はもちろんそういったことはしてないです。でもその石のエネルギー、見えないエネルギーを外側から取り込む、そして目で見て、精神がね、癒される。例えばすごいイライラしている大都会の生活の中で、ふっとね、ポケットから癒しのエネルギーの石を見た時に、ふーっとこう心が自然に帰っていって、落ち着いていって、ストレスが薄れていく、そういったどちらかというと精神に作用していく部分が多いと私は思うんですね。でも心と体というのはつながっていますから、心が癒されてくれば体も、いい影響を与えてくるし、逆に肉体が病んでしまえば精神も萎えていってしまいますよね。そういう点で天然石というのは心を癒してくれる、そして元気づけてくれる、前向きにしてくれる、それによって肉体にも影響を与えていくのではないかと考えます。私はこの天然石と約20年以上つながっているんですけれども、その中で何人かの病気のね、クライアントさんからもご相談をいただいています。結構ね、そのいろいろな昔の文献から調べていくと、石のエネルギーって本当に細かく分かれていて、例えば、がんに良い石、アルツハイマーに良い石、糖尿病に良い石、肺に良い石、胃に良い石、頭痛に良い石、女性のホルモンを整える石、肺炭に良い石、そうですね、いろいろいろ細かくね、書かれているんですね。で、そういった文献を参考にしながら、その、クライアントさんの性格もね、やはりこの精神に影響を与えていくので、その方の性格を見て、で、現在のその病状、状態とかもお聞きしながら、その方の病状に合った石を選んで、ブレスレットやネックレスに組ませて身につけていただく、お守りにしていただくというようなことをやっております。これだけ20年間こうやって石とつながっていく上で、何かのお客様からいろんな体験談をいただいているんですけれどもですね、最初の体験談は私がまだ日本にいる頃、ティストーンズのお店を日本でやっていた頃なんですけれども、ご自身が赤ちゃんが欲しいっていうことでお相談に来られたんですね。で、赤ちゃんを作るにはやっぱり赤い石が体を温めるよということで、その時にサンゴとカーネリアンとあとレッドルチルですねを使ったブレスレットを作りしたんです。で、それから何年かして、私がもうイギリスに移ってからなんですけれども、赤ちゃんができました、このブレスレットを毎日つけていて、赤ちゃんができましたっていうね、嬉しいお知らせをいただきました。それから何年かまたして、その方の義理のお父さんが癌になりました、お父さんのお守りを作ってくださいということでご相談をいただきました。このね、ガーデンクォーツ、前のビデオでもお話ししてますけれども、このガーデンクォーツは長寿と癒しの石として、
ネガティブなエネルギーを、ね、体内に入れない、ご病気の方には必ず私はこのガーデンクォーツを組ませているんですけれども、がんの方にこちらも、ね、毎日紹介してます。杉ライト、そしてペタライトがにおいと言われている石なんですけれどもを、組ませたブレスレットをお作りしたんですね。でそれからまたしばらくして、その方からご連絡をいただいて、がんの腫瘍が小さくなりましたっていうご報告をいただいたんです。でそのことを私はそのままご了承いただいてブログに載せたんですけれども、それが約もう10年以上前なんですが、いまだにねそのブログをご覧になった方から、お守りを作ってください、っていう、ご相談をいただいています。2番目の体験談なんですが、私がこれもねまだ日本にいてお店を経営していた時に、ある女性の方が、弟が白血病になって無菌室に入らなければいけないので、お守りのブレスレットが欲しいですということでいらしてくださったんですね。でその時もガーデンクォーツを中心に、あと、血液の病気なので血液に良いし、このブラッドストーンですね、このグリーンのジャスパーに、酸化鉄が入ってるね、赤い点が入っている石なんですけれども、これはね、ひっくり返す石とも言われているんですね。病気を健康に、そして、良くない出来事が良くなるというね、ひっくり返すという、作用を持つ石と言われています。このブラッドストーンを使って、あとは、まあ、その症状に合わせた石をピックアップしてブレスレットを作りしたんですね。でそれからしばらくしてその女性が、来てくださって、弟が無菌室から出ることができました。ただね、私はこんな白い石選んでないんですよねと言われたんですよ。で、へっと思ったら、そのブラッドストーンの赤い部分が真っ白に変色していたんですね。で、ブラッドストーンは今言ったようにひっくり返す石で、エネルギーを使い果たすと赤い部分が白くなることがあると言われているんですよ。なので、最初は私も赤いブラッドストーン選んだので、じゃあこれはきっとエネルギーを使ったことによって色が変わったのかもしれないねという話をしたんですが、お父さんが違法に向かっているという話を聞いて安心したっていう経験があります。で最後のね、体験談、これもやはり、日本の方なんですけれども、お母様と中学生ぐらいのお嬢様が2人でいらして、で、お嬢様が奇病、足の奇病だということでね、新潟からもう毎週東京に通っている、東京の病院に通っているという方だったんですね。でお母様がそのお守りのブレスレットを作ってあげて、でその方のそのお嬢さんの性格を見せていただいて、あとはこう毒出しのね、石も必要だなと思ったので、このマラカイトという石をね使ったんですね。マラカイトも入れて、ガーデンクォーツも入れて、他の石も症状に合わせて組み合わせていったわけなんですが、それから、まあ、しばらくしてそのお二人がまたいらして、このマラカイトという石がね、もう本当に曇ってぼやっと白くなってくすんでるんですって言ったんですね。マラカイトだけがくすんでる、あ、きっとじゃあこれ毒出ししてるのかもねと言って、そのマラカイトだけを交換してあげたんですよ。でそれからまた何週間かして、やっぱりこの石が変わるんですよって言って見たらね、本当にこのマラカイトって成分上変わることがあるらしいんですが、私はまあ変わったことがないんですけれども、あのふわっとね、白くね、ぼやがかかったような濁った感じに、くすんだ感じに変わってたんです。じゃあこんなに変わるんだったら、もうこのマラカイトを外して他の石にしましょうって言ったら、そのお嬢さんが、いや、どうしてもこの石がいいんです、私はこの石がいいんですって言って、もう一度そのマラカイト二度組み替えたんですね。でそれからまたしばらくしていらした時に、もう東京の病院に行かなくてよくなったんですって言って、足がいい方向に向いてるんです、回復してるんですっていう話をお聞きしたんですよ。なので、あ、やはりそのお嬢さんがね、自分でマラカイトが必要だったんだなって、毒出しをしてくれたんだなっていうのを、実際お話を聞いて私も実感したという経験があります。そんな風にね、あの実際に石をお持ちいただいた方の経験を私もあの一緒にね、あの体験しているんですけれども、石ってね、本当に石自体が何かを引き寄せるっていう、何かを起こしてくれる。だからただただ石にね、願いをかけるっていうことではないと思うんですよ。石は石なんです。その持つ方の気持ち次第、どう石と向き合っていくかで、例えばその願い、今世を直したいという願いがあるとしたら、よりそれを高めてくれる方法があると思っています。例えば、1番目には、まずそれ信じるということですよね。
この石をお守りとして、私はこの石と一緒に頑張っていくんだ、この石の力を信じてるんだという心の拠り所になっていきますよね。天然石を信じる力、これは非常にね必要だと私は思います。あとはですね、2番目に、祈りの力。祈るって言葉にすることによってご自身でも聞いて聞くことができる。まあこれもね、アファメーションのように何回も同じ祈りを捧げることによって自分の潜在意識にも刷り込まれていくのではないかなと思うんですね。そして3番目にね、これ非常に大事なんですけど、先ほどのね、スギライトとかペタライトね、このがんにいいと言われてる石って愛の石でもあるんですよ。で、愛がなくなってしまうと人は希望を見出せなくなる。特に例えばご病気のお父様、お母様、子供さんね、お友達に何かお守りになるものを作ってあげたい、プレゼントしたい、そこにね、その人の気持ちを込める、愛を込める、その気持ちをそのご本人が受け取ることによって、その石の力、もちろん石自体のエネルギーもあるけれども、そこにその方の愛の力が加わることによって、石がさらにエネルギーを上げていくことができるんではないかと思うんですね。そしてそのご本人がそれを信じてあげるということ、信じるということ、それが全てね、もう毎相乗効果で、いい方に向かっていってくれるんじゃないかなと。だから全部がね、石を持ったから治るよ、全くいい方に行けるよとは言えないんです。その方次第、そのご病気次第、宿命もあります。ですが何もね持たず、何も頼らず、ただもう全て諦めてしまうとか、そういうことではなく、希望を見出して愛を、受け取って、そしてより心がね健全になっていって、肉体もいい方に向かっていく、それが本当に理想的なのではないかなと私は思っています。今日は病と石というテーマでね、ちょっと深いお話でしたけれども、させていただきました。でね、願いを込めて、祈りを込めて私もお作りしてますし、霊気もね非常に素晴らしいエネルギーなので、特にご病気の方にお送りするときは霊気のエネルギーも込めてお届けするようにしています。ビデオが、参考になったよという方は、ライクやチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。今日はこの辺で、最後にこの水晶のねエネルギーをお送りしてお別れしたいと思います。